NF 回路設計ブロックは研究開発や生産ライン向けの各種電子計測器、電源機器を提供しています。また人工衛星やはやぶさにも搭載された電子部品や制御回路などを供給しています。 NF が微小信号測定用に最近開発したプログラマブル電流増幅器 CA5350 はセンサーから出力される非常に小さな電流信号を増幅します。その性能、機能、操作性により、さまざまな電流出力センサーからの信号の増幅が可能となりました。非常に増幅アンプですので、小さな信号を増幅する度合い、増幅度といいますけども、それがフロントパネルからの操作一つで簡単に光背に切り替えられる。他社さんにも、やっぱりこういったアンプはありますけども、応答速度に関しては桁が違うはずです。1桁、2桁、場合によっては3桁ぐらいの高速応答をするはずです。で、先ほどもありましたが、安定度を犠牲にすれば高速応答は簡単にできるんですが、この製品のすごいところは安定度と高速応答を両立させているというのが、要素には全くないところだと思います。この製品には電流増幅器の特性を左右する基幹容量をゼロにする回路と、入力容量の影響を受けにくい回路という新しい技術を取り入れた電子部品が内蔵されています。実はこの中に、電子部品弊社で作っておりますハイブリッド IC が7個ありまして、原因を切り替えているというのはその7個を切り替えていることになるんですけども、実は先ほどの特徴は全部その部品の中に集約されております。この部品が特許の対象になっておりますので、その中に、従来の他社製品にはない高速応答、安定性、その両方をバランスさせて両立させているという技術がその中に凝縮されております。 CA5350 は高速応答によって生じるノイズを除去するフィルター、暗電流をキャンセルする電流サプレッションなどの機能も備えています。現在原子間力顕微鏡や操作型顕微鏡における電流検出、半導体や MEMS などの先端研究分野で使用されています。国内では2013年9月より販売していますが、 NF 回路設計ブロックでは海外の研究開発向けにも展開していきます。